お前がバスケやるのには何か理由があるんじゃねえの？僕がいた中学のバスケ部には唯一無二の基本理念がありました。それは勝つことが全て。決めた。そいつら全員ぶっ倒して日本一になってやる。これが限界なのかも。もっとやれると思ってた。その年の最強を決める最大最後のタイトル、ウィンターカップ。僕は影だ。でも影は光が強いほど濃くなり、光の白さを際立たせる。見せてみろよ、新しい光と影の底力をよ。